今回はトラックマットについて解説したいと思います。トラックマットとはマット素材のアルファチャンネルまたはキドチャンネルを利用してレイヤーを切り抜く機能です。例えばこのようなパンダのイラストを使って説明します。このパンダのイラストのアルファチャンネルを表示するにはコンポジションパネルの下にあるこの RGB のマークをクリックしてアルファに切り替えると表示できます。要はアルファチャンネルとは画像の透明度を表しています。 100% のところは白く表示され 0% の透明部分は黒く表示されます。そしてルミナンスとは輝度のことですが、輝度情報を表示するにはエフェクトのチャンネルシフトを適用しましょう。 RGB を輝度に変更しましょう。すると輝度チャンネルを表示できます。トラックマットの透明部分は黒として認識されますので、輝度チャンネルはこのようになります。輝度チャンネルとは画像の明るさを表しています。トラックマットは画像のアルファチャンネルと輝度チャンネルでレイヤーを切り抜きます。このような絵の具で描いたような背景素材を用意しました。その上に先ほどのパンダのレイヤーを置きます。背景素材のレイヤーのトラックマットの項目のプルダウンメニューを開きます。アルファマット、アルファ反転マット、ルミナンスキーマット、ルミナンスキー反転マットの4種類から選べます。アルファマットを選択してみましょう。すると下の背景素材がパンダのレイヤーのアルファチャンネルによって切り抜かれました。白い部分が活かされ黒い部分が透明になります。アルファ反転マットを選択してみましょう。するとマットが白と黒が反転されるので切り抜かれる部分が反転されます。ルミナンスキーマットを選択してみましょう。すると輝度チャンネルを使って切り抜かれるのでこのようになります。同じようにルミナンスキー反転マットを選択すればマットが白と黒が反転されるのでこのようになります。切り抜かれる部分が反転されます。トラックマットを選択すると自動的にその上のレイヤーが非表示になりマットとして使用されます。このマスクマークがマットとして使用されていることを表しています。このようにトラックマットはアルファチャンネルを使用して切り抜くか輝度チャンネルを使用して切り抜くかを選択することができます。このように今までのトラックマットはマット素材を目的のレイヤーの一つ上に配置する必要がありました。ですがアフターエフェクツの2023から項目の UI がアップデートされトラックマットの使い方が少し変更されました。 AE の2023を開きます。では先ほどのファイルを開きます。2023以降では親子付けのようにピックウィップが用意されていて離れているレイヤーもトラックマットとして指定できるようになりました。もうこれからはマット素材を目的のレイヤーの一つ上に配置する必要はありません。親子付けのように上にあろうが下にあろうがトラックマットを指定できます。一度トラックマットを解除します。ピックウィップを使ってトラックマットを指定してみましょう。トラックマットに指定したいレイヤーに向かってドラッグして線を引っ張ります。するとマスクマークが表示されパンダのイラストをトラックマットとして指定できました。2023以前のトラックマット同様マットに指定するとレイヤー自体は非表示になります。新 UI ではトラックマットを指定すると右側にスイッチが2つ現れます。左側でアルファマットかルミナンスキーマットを選択し右側でそれを反転するかどうか選択できます。効果は変わりませんが適用の仕方が変わったことでトラックマットを複数使用するためにレイヤーを増やす手間が省けます。確実に便利でレイヤー数は減り無駄なプリコンポーズも少なくなるでしょう。トラックマットの指定方法が新しくなって複数のレイヤーに一つのレイヤーをトラックマットとして参照させることもできるようになりました。例えばこのヘビのイラストに模様のシェイプをいくつか作ります。この模様をトラックマットをヘビのイラストに指定すればヘビのイラストで模様を切り抜くことができます。新トラックマットではまとめてピックウィップで引っ張ればいいだけです。これを以前のバージョンでやろうとするとヘビのレイヤーをシェイプの数だけコピーしてその数だけトラックマットを適用するか
さすがにそれはめんどくさいので、模様のシェイプをプリコンポーズでグループとしてまとめて、ヘビのイラストをトラックマットとして指定して切り抜かなければなりません。プリコンポーズはプロジェクトを複雑にするので、できれば増やしたくありませんよね。このように2023からのトラックマットはよりスマートになってパワーアップしました。アフターエフェクツで撮影した動画の被写体を切り抜く方法として、一般的にはこのように3つの方法が挙げられると思います。グリーンバックなど特定の色を透明にするキーライトを使用する方法、アニメーションに合わせて自動でターゲットの輪郭を検出できる機能 AE のロトブラシを使って切り抜く方法、そして動画の輝度や RGB チャンネルなどの特定の成分の差を利用してグレースケールのテクスチャを作成してトラックマットで切り抜く方法があります。今回の動画はこのトラックマットの使い方についての動画ですので、トラックマットについて実際にどのような使用例があるか見ていきましょう。この動画がためになったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。新規コンポジションを10秒で作成します。テキストツールを選択して適当にテキストを打ちます。テキストを整列します。テキストを画面の中央に配置します。四角シェイプに持ち替えて文字が隠れるようにシェイプを作成します。ここでトラックマットを使用します。テキストのレイヤーからピックウィップで今作成したシェイプをドラッグしてトラックマットに指定します。これでシェイプをアルファマットとして使用します。テキストのポジションにアニメーションさせます。1秒のところでキーフレームを打ち、0フレームのところでポジションを下に下げます。キーを選択して F9 を押して Easy Ease をかけて再生します。地平線から文字が出てくるような表現ができました。背景を作成します。平面を作成してエフェクトからグラデーションを適用、放射状にして色を調整します。背景以外をプリコンポーズしてテキストと名前をつけて複製します。スケールで Y をマイナス 100% にして上下を反転します。位置を下げます。不透明度を 11% にします。地面への映り込みができました。マスクを作成してマスクの境界をぼかします。今回の場合テキストをシェイプのアルファチャンネルで抜いています。一番使用するトラックマットの使い方でしょう。では新規でコンポジションを作成します。今度は円シェイプを選択してダブルクリックで画面いっぱいにシェイプを作成します。シェイプを編集していきます。サイズを 990×990 に変更します。線をオンにして線幅を25にします。線を複製してこちらは線幅を60にします。この線は色を青にします。塗りは薄い青色にしておきます。このような丸い枠ができました。ではキャラクターのイラストを1枚インポートします。タイムラインに並べて1秒のところでキーフレームを打ちます。0フレームのところで位置を動かしてアニメーションさせます。 Easy Ease を影響 70% にしておきます。このようなインのアニメーションをつけておきます。位置を調整します。これでいいでしょう。ではトラックマットを作成していきます。シェイプを複製します。レイヤーの一番上に持っていき、この中心のエリアだけにキャラクターを表示させたいです。ではそのようなルミナンスキーを作成します。線を黒色に変更します。
そして塗りだけ白に変更します。これでルミナンスキーを作成できました。ではトラックマットを使用します。キャラクターのレイヤーからピックウィップを引っ張り、今作成したマットを指定します。マスクアイコンをクリックしてルミナンスキーに変更します。すると円の中だけにキャラクターが表示されるようになりました。やっていることは先ほどのテキストと変わりませんが、こちらはルミナンスキーを使用した例です。キャラクターにアニメーションさせれば、このような窓を作成できます。次はこのようなイラストのアニメーションを作成します。窓の向こう側にイラストを配置したいです。このような窓のイラストがあります。窓の向こう部分だけ切り抜きたいです。窓のレイヤーをコピーしてルミナンスキーを作成していきます。エフェクトのチャンネルシフトを適用して、いろいろなチャンネルのグレースケールに変換します。窓の向こう部分だけ切り抜けそうなチャンネルを使用しましょう。チャンネルシフトで赤チャンネル、緑チャンネル、青チャンネル、輝度チャンネル、色相チャンネル、サイドチャンネル。今回の場合、サイドチャンネルがいい感じです。トーンカーブでコントラストを調整します。窓の向こう部分だけ白くできました。これでルミナンスキーとして使用できますね。シマウマのイラストを並べて、トラックマットで今作成したマットを指定してルミナンスキーを選択します。シマウマが窓の向こうに配置できました。あとは大きさを変更してアニメーションさせます。このようにルミナンスキーを使用して切り抜く場合、いろいろなチャンネルに変換してみてマットを作成できるか検討してみましょう。トーンカーブなどで調整したり、複数のチャンネルを合成して組み合わせることでうまくマットを作成できる場合があります。ではこちらの図解アニメーションをご覧ください。いかにもテレビでよくありそうな医療系 CG の一部分です。この部分、緑色の食物が食道を通ってくるところですが、食物が食道からはみ出ていません。これもトラックマットを使用しています。このような胃のルミナンスマットを使用しています。左下の画面がマットで切り抜かれたものです。さらにこの胃が動く部分の中の胃液もはみ出ていません。胃をアニメーションさせて、そこからマットを作成しているので、マットも同じようにアニメーションしています。このマットを使用しているので、食物も胃液もアニメーションに対応して胃の範囲からはみ出ることがないのです。いかがだったでしょうか。今回はトラックマットについて解説しました。トラックマットはなくてはならない機能で、複雑なアニメーションをさせる場合には必ず理解しておかなければならない機能です。そして今回2022年10月のアップデートでトラックマットの使い方が少し変わったので、いい機会だったので解説しました。これまでのトラックマットのイメージはフォトショップでいうクリッピングマスクのような機能でした。ですが2023からの新しくなったトラックマットはどこからでも指定できるようになったので、より使いやすくなったと思います。とは言ってもできることが大きく変化したわけではなく、少し便利になった程度ですが、まだあまり使用していない人はトラックマットが使えるようになると、アニメーションの幅が一気に広がって AE を使うのが楽しくなると思います。トラックマットは慣れの部分が大きいので、ぜひ積極的に活用しましょう。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。